どうも、のっちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。今回の動画は SSR ジャングルポケットサポートカード性能解説をやっていきたいと思います。はい、ということでまずはじめにですね、 SSR ジャングルポケットがですね実装されました。で、前日時点での予想でもなんか強そうですねって言ってたんですけども、相当強いサポートカード、実装されました。そちら詳しく解説していきますので、よければ動画高評価ボタン忘れずにポチッとよろしくお願いいたします。あとはですね、今回かなり性能ヤバめだっていうのがね、皆さんもね感じているところだと思うので、ぜひともいろいろなご意見コメントください。コメントをぜひともお願いいたします。はい、ということでいきましょう。まずまとめて言うと、今回のジャングルポケットのサポートカード、弱いところがないという感じになっております。で、まずはこれから見ていきますが、基礎テーブルが全部強いです。そしてプラスして金スキルが逃げ以外の客室で鬼のような強さも持っております。なので引くべきかというところも後から解説いたしますが、まずはまとめて言ってみると、賢さで一つ頭が抜けているぐらい強いラモーヌ的なスピードのサポートカードが来ているという感じです。はい、ということでちょっとね性能を見ていきましょう。まあこんな感じなんですけども、ちょっとねゲーム画面でも見てみましょう。はい、まずは開くとですね、基礎まず相当強いです。高い友情30を持っております。で、トレ10があります。で、あとはねボーナス面でいくと、この固有は100の時スピードボーナスが3になり、パワーボーナスも1があります。で、それでプラス初期絆も30と高いものを持っている。で、一番の注目点なんですけども、レースボーナス10です。で、そうするとスキルポイントボーナスないのかなと思いきや、スキルポイントボーナスもあってレースボーナスも10というところでですね、特にこのレースボーナス10というところも注目のところです。他にはですね、ヒント発生も40あって、得意率も65あるというですね、本当に文句のつけようのないこのね基礎テーブルサポート効果を持っているということです。まあ軽くこう見ていくとですね、まあ本当に足りないところがなくて、やる気効果ないとかね、本当にあんま関係ないぐらい、やばいテーブルをしているという感じです。はい、でちょっとですね、選手性能を見ていくとですね、まずはここら辺ね、今回後ろ客室のサポートカードでもあるんで、衛進フラッシュと比べた場合こんな感じです。まあ、ここの伸び値を特に見てほしいので、この表ねちょっとカットしているんですけども、まあこう見るとですね、衛進フラッシュもですね、まあスキルポイントボーナスや、パワーボとかがあるとか、スピボも2あるとかね、ボーナス多めなんですけども、このようにですね、まあ友情なども高いということでですね、完全に置き去りにしてるぐらいです。で、フラッシュはレースボ10なので、ちょっとですねその点で、レースボ0なので、フラッシュ使うとねレースボーナスが0のとこ気になるんですけども、その点でですねちょっとフラッシュは、少し置き去りにされている感じがあります。で、あとはマーベサルスタンデーと比べていくと、マーベさんは強いです。トレがね絆100で15になったりするので、性能的にも、まあ春ぐらいにはなってくるんですけども、まあそれでもですね、やはりレースボーナスマーベさん5なんで、その分は、ジャンポケが上回ってるという感じです。はい、で、あと福来たるなんですけども、福来たるはちょっとまた性質が違って、全ステータス盛るというのがこの下にもあったりするので、そういうところの効果があるので、福来たるは性能的には強いです。まあ、伸び値だけではなく、基礎ステや体力消費減とかそういうところでのね評価で、福来たる自体はそのね LOH でもチャンミでも使われる強いサポートカードという評価に今はなっています。はい、で、あとはですねメジャー級と比べていきましょう。北サンブラックと比べた場合です。北さんブラックと比べても、北さんを頭一つぐらい抜けているぐらい強いです。まあ、両方とも高い得意率があって、北さんはまあ得意率100ですけども、他のですね練習性能に関しては、北さんも練習性能高いんですけども、まあ伸び値を見てもらうとですね、まあスピードボーナスやっぱ3のところがあって、その分ジャンポケ、もね張るぐらいあります。パワーはちょっと北さんの方が伸びるかなっていう感じなんですけども、それプラス、スキルポイントボーナス、そしてレースボも、10になっているというところで、ちょっと北さんより強いというねところです。で、それだけでも強いんですけども、まあタキオンと比べてもですね、タキオンもやはりレスボがないところが気になって、まあ、スキルポイントボーナス2でまくったり、あとはタキオンのいいところは先行や中距離のスキル、そして、金スキルを持っているスキル面での良さがあるんで、まあそこではまあそのね客室によって使い分けっていう風にはなるんですけども、それでもですね、まあ超えるぐらいはあるという感じです。
あとは水丸は強いです。水丸伸び値だけを見るとトレが25なので、さすがに水丸強いなっていう風になります。でさらに金スキルトップランナーも持っているんで、まあ、水丸はさすがに強いよねっていう感じです。ただし水丸もスキルポイントボーナスはないので、スキルポイント面ではジャンポケが上っていうところもね、この後見るところでも解説していますが、まあ水丸、まあコエルとかハルとかね、そんくらい強いサポートカードとなっております。はい、で次金スキル見ていきましょう。ここもやばいです。まず今回この金スキル、終盤始めの方、ここがやばい。そしてあと前に出るです。現在速度アップとなっております。条件効果はこのようになっていて、終盤の前半ランダムです。でさらにこの中段というところも強い調整されているなっていうのがあって、チャンピオンズミーティングだと3位から7位で出ます。 LOH だと4位から10位というふうなところで出て、中段でもこの3位で出せるとかね、4位で出せるとか、結構それがやばいところです。さらに効果としては前に出るというものなんで、現在速度アップするというね、非常に強い効果持っていて、さらに3秒速というところね、やばい金スキルも持っているという感じです。はい、こちらのですね評価ちょっとしていきます。ちょっと今ずれちゃったんですけども、評価こちらです。まずチャンピオンズミーティング目線ですが、3位で、ね、出るのもやばいです。なんなら先行でも詰めちゃうかなっていうところがあったりするっていうのがありますよね。でさらに LOH、 これ4位以下で出すことができるんですけども、 LOH はそのね、まあ、6人の馬娘育成された人で育成されたねので戦うんで、例えばじゃあ5位で出るスキル、6位で出るスキルっていうのは後ろは10位重視したりします。でそれが4位でも5位でも6位でも出るっていうのが LOH を思い出してもらうと、それも鬼だなっていうところになってきます。なんで例えばですが、これですね、まあ昨日でね、一応終わってしまったんですけども、 LOH の時、中距離のダービーの時にこのサポカが存在していたら、後ろ客室だとこの金スキルないと戦えないレベルぐらい強いということです。これ何を言ってるかというと、これローレルの金スキル持っているようなものです。昔のチャンミでですね、前のチャンミでですね、ローレルが強いっていうのを、まあ、実感した人だとかなり分かりやすいんですけども、ローレルなぜ強かったかというと、差しで、無我夢中を出しても強いんですけども、無我夢中を出さなくても一花があるおかげで終盤初めの方で前に出るという効果、これで勝っていくっていうね、例えばその4位とかまで上がって無我夢中の加速を出さなくても、この終盤始め前に出るのこの一花だけで勝っていくみたいなね、そういう強い動きをしていました。でこれ見てもらうと、終盤始めの方前に出る、でそれでね、中段がローレルとは違うところなんですけども、その中段が3位とかなんで、まあ、そこら辺、まあ、例えば1位とかにはいないんで、そういうところで普通にこれローレルの金スキルもらっているようなものです。なので例えばダイヤちゃんにこれを積んでも強いですし、後ろ客室どこの馬娘でも、ネオユニバースに積んでも、長距離でダイヤちゃんに積んでも、それでも全部強いというね、そういうスキルになっているということです。はい、であとですね、サポ仮面解説です。イベント見ていきましょう。イベントなんですけども、1段階目に、大成功で絆15の効果があります。まあ、ここも強いところで、例えばラモーヌでも絆15もあったりするとかね、そういうところ、水丸にもあるっていうところなんですけども、このように、成功大成功があって、大成功すると絆15上げるところがあります。なので水丸にちょっとここは似ているんですけども、まあそれでね、初期も30あって15上げてっていうところで、そこの点でも非常に強力です。はい、で2段階目このようになっております。ちょっとゲーム内でも見ていくとですね、2段階目、まあ初日時点でね、まずこれなんだってなった人もいるかもしれません。なんか白と金がある、これあげませんあるのかなって思うかもしれません。なんですがこれについてはあげませんではありません。これ確定で金もらえるタイプです。あげません族に見えたかもしれないんですけども違います。これは根性のターボみたいな感じで、2段階目で金の可能性もあるという、そういうタイプになっております。つまりどういうことかというと、上が成功でですね、ありったけをもらうと3段階目に丸3に進みます。で、こっちの方で引いた場合は2段階目で金をもらってですね、そしてここでイベント打ち切りになるっていう感じで、ここでイベントは終了しますが、金スキルもらえるという感じです。でレベル1になるという感じなので、あげませんでもないので、そこも心配いらないという感じではあります。で3段階目はこんな感じです。今のところ確認できているのはレベル2かレベル3でもらえて、レベル1あるか分かんないんですけども、ここでまあ3の可能性もあるのも
非常に強いところです。なのでまあイベント進む方がいいっていうのもありますし、そうするとありったけのヒントをもらいつつ、行動も、レベル3の可能性にももらえるっていうところで、非常にここのねイベント面も強いかなというところです。はい、で次白スキル軽く見ましょう。ここは皆さんも、まあ、すぐ見てわかるところなんですけど、まず中距離直線、中距離コーナーがあるので、まあ、中距離で使った場合はここは汎用として使っていきます。コーナー校舎も汎用、そしてあとは、まあ、差しとかであればね、このね差し追い込み、そして、起死回生のね中距離の加速、ここら辺を白で予備で取ることもできます。でさらに個人的にはですね、この込み上げる熱ですね、この因子周回でも使えるというところで、まあ、中距離の、後ろ脚必要の因子周回でもこれスキル全部ね、例えば白因子になっても強いというものなんで、そういう点でも強いかなというふうに思います。なんでまあこのね、鼓動をね、これを安くするための因子周回としても使えるかなというふうに思います。はい、でサポートカード軟突からという話していきましょう。軟突からは、まあ、3突4突から使えてくるという感じです。理由はですね、3突かでトレ効果後です。で4突貫突するとトレ効果が10になるので、まあ、突が進んでいるほど強いサポートカードになっていて、特にこのね、このグラフがですね、このジャンポケが水色なんですけども、3突から4突でもトレの分やっぱ伸びるので、そういうところが強いです。であとはこのグラフなんですけども、他のサポートカードでスピードが全然突してない場合は1突でもまあまあなとこはあります。例えば1突キタさんと1突ジャンポケだったら、まあジャンポケ1突でもこんくらい強いよっていう感じ。水丸に関しては固有のトレ25が突数に関係ないのでね、低突でも強いというのがあったりします。なんでまあ基本的には3突4突、サポカシさんない人は1突からも使えるというところになってきます。はい、で次ですね、他のサポートカードと比較していきましょう。まあ、先ほど見た通り水丸は強いです。このグラフ、サポカ評価性能評価君からの引用なんですけども、まあ、水丸、総合性能では水丸やはりですねトレも強いので、ここにあります。でジャンポケがここの位置でですね、ただやはりこのね、北さんとか、そこは超えているというところです。福来たるはまた別枠で、タキオンは、まあ、ヒント系が良くて先行用という感じです。はい、であとはですね、まあ、こっちも重要というところを示していきたいです。こちらがですどういうことかというと、SP 総合性能ということで、スキルポイント面も見ての総合性能です。でこれ見てもらうとですね、このジャンポケもうめちゃくちゃ強いっていうのがわかるかもしれません。これはですね、まあ、やはりレースボーナス10、そしてスキルポイントボーナス1というものがあることによって、スキルポイント的にはかなりズバ抜けております。でこういうスキルポイント面で見ると、スキルポイントボーナス2のタキオンも結構やれるようになってくるっていう感じのグラフなんですけども、そこでもですね、このねジャンポケ、ここがやば、この点がやばくて、非常に強い性能を持っているというところです。であとは近年のウマ娘ではステータスの差っていうのももちろんありますが、特にスキル面の差っていうところもあったりするので、スキルのね差がつくっていうところで、非常にジャンポケの強さっていうところがあります。はい、でこれがですね最初に言っていたところのグラフで、例えば伸び値で見ると水丸強いよねって言って、水丸強いことに私も異論はありません。なんですけども、それプラスここの数字プラス、このレスボとスキルポイントボーナスで、さらに SP の差が出ているよっていうところも加味すると、なんというか水丸、まあ、超えるって言ってもいいぐらいの、サポカになっているという感じです。はい、ということで引くべきか行きましょう。まずは今回最初にまとめた通り、賢さでいうラモーヌぐらい、まあスピードの中で頭一つ抜けているぐらいやばい性能をしております。まあ、言ってみれば強さの性能だけで言えば人権クラスと言えます。であとはですね、引くかどうか、まあ、スピードサポートカードの充実度にもあります。逃げなら水丸を外すことはありません。トップランナーを取るし、水丸のスキルが強いので、夏でも使えます。なんで、まあ、そこは水丸逃げで使うなら軍配が上がりますが、後ろだとジャンポケが強すぎるという感じです。今見たように SP 性能もあって、基本のトレ性能もあって、パワボもあって、さらに金スキルがですね前に出る金スキル持っているので、そこがやばいという感じです。なのでまず引くべきですかって言われたら、まあ、これはもう引けるなら引きたいサポートカードです。引くべきですかって単純に、まあね、課金していてっていう感じだったら、普通にこれは引いていいです。非常に強いですという感じです。
で、あとは先ほどの南凸からというところが見た通り、まあ凸数が高い方が強いので、あとはねジュエル貯めているかどうかっていうところで、サポートカードは天井をね1回叩けるか2回叩けるかっていうところが、ね、できるかどうかで、そこでですね天井分の1枚を確保してっていう重ねることが必要なので、例えば、まあ、2点分のジュエルがあるかとかね、他のスピードサポカーでなんとかするかとか、そういうところでの判断になってくるとは思います。とりあえず強さ的にはマジでやばい性能しているので、引くべきは、まあ、引く方は本当に引いてもいいですよという感じです。はい。で、あとは引かない理由探しっていう風になってくるかもしれません。とりあえずまずは引くべきかはもう引いていいサポートカードです、これは。で、引かないというところで言うと、まあ、LOH がですね、チャンミとですね、交互開催、今のところはされております。で、LOH のプラチナっていうところで言えば、まあ、サポカ今あるね、今までのスピードを使っていっても、プラチナ狙うことはできるので、それだったら、まあ、一応ね、踏ん張って、その今までの使っていくっていう手もあります。で、あとはもう一つですね、パカライブ TV を待ってもいいです。今回のこのガチャが29日までです。でパカライブが27日になるので、まあ、それを見てからということでもいいです、まあ、ただしパカライブ TV を見てもあり余るぐらい、それよりね強いサポカが出るのかっていうぐらいジャンポケは強いので、まあまあ、見てそれより強いスピードがパカライブで出るってことはないとは思います。なんで、まあ見てもやっぱ強いなってなるっていうのが結末だとは思うんですけども、まあ見てからね推しキャラとかがいればそっちを見てもいいかなというところではあります。まあ、ただしここが言いたいところでですね、性能的に言うと、まあ、相当腐らないスピードサポカです。もう基本性能金スキル全部がやばすぎてもう弱いところがないので、このサポートカードが腐るっていう風になった場合は他のスピードも全部腐ってしまうような性能をしているので、もう相当の期間腐らないです。なので、まあ少しイメージで言うと、まあ第2の北三ブラックという感じです。これ年単位で腐りません。北三ブラックも登場からまあ2年弱ぐらいずっとね、最前線でも使えるみたいなね、トレ効果ややっぱりレスボが高いのは大正義なので、普通にこっからまあね1年2年と使っていけるサポートカードにはなると思います。なんで、まあそういうところでね、今回ねレースボーナス10っていうところがですね非常に強力で、それプラスめちゃくちゃ強い金を持っているというね、やばいサポートカードになっているという感じではあります。あとはですね皆さんのねお財布状況とかもあるんで、そこら辺はコメントで教えてください。はい。で、あとはですねちなみになんですけども、ここに藤木関がいます。これ藤木関がいます。で、これなんでかっていうとですね、藤木関ダービーがですね屈権炎になってダービー取れるって思われてた、確実されてたみたいなのがあるんですけども、それが叶わなかったっていうのがあります。で、その同陣営、同馬主さん、騎手、そして調教師さん、いろいろね厩務員さん、全部同じの同陣営から、出走したジャングルポケットが6年後に見事そのね、無念を晴らして、藤木関の無念を晴らして、ダービーを取ったというね、そういうところからここに、藤木関がいるという感じです。ちょっとねぼやけているんですけども、こういう史実ネタもサポートカードに含まれているということです。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。まあ、今回ですねやばいくらい強いサポカが来ました。特にまあ個人的にはレースボーナス10あって、さらに、スキルポイントボーナスがあるところが非常にやばいです。他にも今言った通り金もやばいですし、まあ人権です、これで。あとはまあそのねジュエル状況、財布状況とかいろいろなね環境、この周りの環境とかねいろいろあると思うんで、まあそういうところでの判断になると思うんですけども、まあ皆さんいろいろコメントください、よろしくお願いします。強いんでね悩むっていうところも逆にあるとは思うんでね、教えてください。ということで、のっちん TV でした。最後までありがとうございました。この動画、少しでも参考になるところがあったら、ぜひとも高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。他にも、ウマ娘の解説動画を上げております。よければ、他の動画も見てみてください。のっちん TV でした。ありがとうございました。またお会いしましょう。またな。バイバイ。